作家に言うと喜ばれる言葉。精神科医カバサワ賞のカバチャンネル。カバサワさんはどういう言葉を言われた時に嬉しいですかっていうね質問をいただきました。まあそれは私の本を読んだ人とかがですね私に声をかける時の言葉というニュアンスだと思うんですけども、まあいろいろあるんですけど、私はですね具体的な感想を言われた時は非常に嬉しいですね。例えば読んだら忘れない読書術のね第2章にこここういうことが書かれていましたけど、これはこここういう意味なんでしょうか、それともこういう意味なんでしょうか、私はこうこうこう思うんですけどカバサワさんはどういうふうな気持ちで書いたんですかみたいな形でですね、こうどんどん深掘りしてですね質問してこられる方ですね、これはすごい嬉しいですね。なぜ嬉しいかというと、私の本を真剣に読んでくださっているということと、非常に深い部分までこう掘り下げてですね読んでくださっているということで、ありがちな質問じゃなくてこうかなりマニアックなですね、かなり深く読んでないとできないような質問をしてくださる方っていうのは本当にこれは嬉しいですね。すごい読書家の人だなってことを思いながらも、そこまで一生懸命私の本をね読んでくれると。本って皆さんたくさん読むと思うんだけど、そこまで深く読む本ってねそんなにないと思うんですよね。多分皆さん方もそこまで深掘りした質問を他の人に投げることってもないと思うんですけども、ですからそういう非常に深掘り型の質問をされると私は非常に嬉しいです。逆にですねよくあるパターンはですね、いやカバサワさんの方面白かったですよかったですって言われて、じゃあどこが良かったですかって言われると、っていう風にですね言葉が詰まっちゃう方が結構多いんですね。そうなってくると、じゃあどこ読んでるんですかって話で、本当に読んだんですかみたいなね話にもなっちゃいますから、ちょっとそれはもちろん読んでるとは思うんですけど、読み方がこうちょっとやっぱ浅いんですよね。だから私の本の中でも感想言えるレベル、本に対して議論すべきレベルで読みましょうっていうふうに書きましたけど、議論するっていうとですね、まあちょっと大げさなんですけど、そういうふうに雑談でもいいのでね、3分5分ぐらい立ち話でわーっとその一冊の本について盛り上がれるようなぐらいの読み込み、こういうことをしてくれて上で私に声をかけてくれる方って私非常に嬉しいので、ぜひですねそういう私が返答に困るような質問をですねぜひ投げかけてくれたら嬉しいなと思います。